ープボンド、ここに来てまだまだ成長する、に対する視聴者の反応集。大久保氏、ボンドは今年になって友が入ってきた。絆3区としてはディープボンドが初年度3区だから傾向がわからないけど、競走馬として6歳でも成長することってあるの？ステゴは7歳で体が完成したなんて言われてるし、カンパニーも8歳で初 G1 だし、いるっちゃいる。こいつレースの度に過去最高の仕上がりみたいなこと言われてるし、ボンドセレクションかボジョレプーボーかよって毎回突っ込みたくなる。ボジョレプーボーはスコりたい。馬と鞍上がテイスティングしてそう。もし本当に万世だったら秋路線がさらに面白くなりそうだから万世であって欲しさはある。有事の今になって決め手が出てきたって言ってたし、関係者の間ではまだまだ成長してるって認識なんかな。陣営が言ってたボンドの成長って1回目の凱旋門賞の後、馬群を嫌がらなくなった、と2回目の春天の前、キレが出てきた、がパッと思いつくな。カンパニーおじさんみたいにボンドおじさんやプボおじさんと言われる日が来るんだろうか。ダートの6歳馬がおっさんどもと言われてるのになぜ同い年の芝馬がおじさんじゃないと思っているのだ。芝でおじさんといえば玉なし追敗だからな。プボ君は何かいつまでも気鋭の新進ってイメージある。鞍上が新人の和田裕二だもんな。なんかこのままステイヤーおじさんとして毎年春天に出てくるやつみたいな扱いになりそう。いつかボバ三冠馬が現れて、おじさんな、君の前の三冠馬とは幼馴染みなんだよ、とか言ってるのが似合う。なんか来年再来年も走ってて違和感ないんだよなこのプボイの。素人で申し訳ないんだが年取っていきなりキレが出てきた馬っているの？それこそカンパーニとか。カンパーニ？カンパーニってなんか金玉アニみたいだな。キレ味を、集めてドンキ、ポコポコもい。チャーシュボバ入りしたらワンチャンドンキがバラされて名刀のキレ味を取り戻した子供たちが量産される、ってこと？兄弟に話を向けると、先行の末足ベラーズール VS ドンキディープボンド。という馬反対の対決になる可能性がある。そういえばこいつ、小馬になって有馬以外の下半期の日本のレース走るの初めてやな。ディープボンド、プボッとしなくなる。なんだこのスリムボディ。首とか腹が細く見える。めっちゃかっこよくなったな。なんかますます親父に似てきたような。これはジェームズの方のボンド。本日のボジョレープーボー品評すれ。定期的に言われるがめっちゃイケメンなんだよな。縦髪のブワッと感が躍動感をプラスしてる。かっこよさしかない。今思えばあの写真ってマジで奇跡の一枚だったんだな。基本ディープボンドの写真って足の長さがわかるけどあれだけ全然わからん。基本写真写りいいんだよなプボ。マジでいつもの写真が奇跡の一枚すぎる。本格化はこれから、ってこと？一年半以上ファンをやってるが毎回変化を経てレースに戻ってくるの面白すぎる。あまりにエンターテイナー。青影のイケメンホースなんだよなこうやって見ると。この年で調教師が、成長しました、って言っちゃうの好き。絆3区の成長曲線もこいつ自体の底もわかんないから引退が一向に見えない。ディープボンド、お前引退前の3戦連勝、うち G12 連勝、して大断言しろ。ブラックタキシードの下に忍ばせるのはボンドの肉体美だ。成長もずぶいのか？それにしてもこのコシアンイケメンすぎないか？もうコシアンじゃないじゃん。ボンドはファンが想像するようなゆるキャラみたいな性格ではないんだろうな。ただ、普段はおっとりしてる、というのもボンドに近い人からの発言なんだ。個人的にはおっとりはしていてもそこの中にしっかりとしたマイルールを持ってるタイプだと思ってる。見知らぬ子供たちに撫でられてこの表情だしな。おっとり穏やかさんであることも確かだと思う。これとフンゲロお兄さんにこんにちはプボーしてる動画好き。あれのせいでファンになっちまったよ。ディープボンド、オス7、の走りも見たすぎ。いつまでも元気でいてくれよな。7歳でも8歳でも走る姿を求められるってのは競走馬としてこの上なく幸せなことなんだと思う。上部で大きな怪我とかもなく、さらに重賞戦線でも健闘してここまでずっと元気で来られてるからってのもあると思う。もしかして王道路線で怪我なく丸2年以上勝ち負けしてるプボって地味にヤバい？派手にヤバい定期。クソババが1000問かける2がありながらしんどい時期のグランプリ4戦連続出場できる馬はそういない。クソみたいな条件の凱旋門賞2回走りながらその後に悪影響が出てないタフネスは応援する側としてはこれほど頼もしいことはない。大久保厩舎が仕上げ上手で大一番での出来を間違えないのも大きい。
21年の判断から調子やババが悪くなきゃ掲示板にはずっといるからな。ちゃんと賞金持ってくるの偉いんだよな。無事これめえば、一度勝ててもその後怪我したり調子を崩す馬が多い中、ここまで大崩れなく走り続けてること自体が、ディープボンドが名馬たるゆえんを端的に示してると思う。引退まで無事でいてほしい。これがラストランです、って宣言して走れるのは貴重なことだってここ2年くらいでよくわかったから。もちろんどんな馬が G1 とっても嬉しいし関わってる人みんな頑張ってるんだけど、プボはそれでもまた次こそは勝ってほしいって言われる馬なのがなんか温かいなと思う。